ユイは、ベルギーのリエージュ州に位置する、基礎自治体。バナントティアンジュの2村からなる。ワロン人口の3分の2が集中する、サンブルイコールマースの域内で、オア川が、マース川に注ぐ合流点にあたる。ワロンナは、非オランダ名はフ意である。マース川右岸の古代ローマの要塞周辺に、形成された。キリスト教は6世紀に、トンゲレン司教の聖、ドミティアンが伝え、 7世紀の製薬書に初めて地名が見える。急速な経済発展に支えられ、中世初期にはマースガー屈指の大都市に。機関産業である夜勤のほか、なめしや彫刻、木工、ワイン醸造も起こった。10世紀の収攘革の直後、リエージュ市教領に編入され、以後8世紀にわたり、同僚に属した。1066年には、アルプス山脈以北で、 初めての直居場を賜った。忍者、ピエールの没地とされ、彼は市民に第一回十字軍への参加を呼びかけた。13世紀から14世紀にかけても、経済は織物業で成長を遂げた。球場の城は戦争があるたび強固になり、15世紀には街の象徴になった。しかしながら、マース川沿いの戦略的要衝としての価値が薄れると、共に衰退。 17世紀後半のルイ14世の戦争を契機に攻撃に見舞われるようにもなり、その都度市民が殺された。豪を煮やした市民らは1715年、自らの城をぶち壊すに至った。その後、要塞は1818 18年にオランダの手で元の場所に再建された。19世紀は製紙業などで概ね繁栄したものの、20世紀における重工業の凋落は、 ワロンの他地域と同じくユイにも影響を及ぼした。そして今日、ユイはブリキ生産と観光業でまた新たな繁栄の時を迎えている。1975年、ユイ近郊にティアンジュ原発が完成し、稼働を開始する。マースガーの水を冷却水に使用する。この PWR は2015年現在3機が稼働している。 優位の4不思議毎年4月中旬に開かれる、ワンデー自転車レース、フレッシュはロンヌの終着点として知られる。ゴール目前に控える長さ 1km もの坂は、平均勾配10%、ところによっては20%にもなる難所である。7年に一度の宗教行列は、1656年に、基金の終わりを祝ったのがその始まりで、最近では2005年8月15日に行われた。 ツールドフランスでも1995年、2001年、2006年、2015年の過去4回コースが設定されている。ありがとうございます。